はい、皆さん、毎度毎度。はい、コメント返しね。また、ムクシン先生。毎度毎度。いや、自分もね、これ、最初にね、おはようございますとか、こんにちはとかね、いろいろ考えたんだけど、毎度毎度が、やっぱり、朝昼晩関係なく、使えて、かしこまらず、砕けず、この勢いの良さ。まあ、そんなで、この毎度毎度にしてんだけどね。はい、ムクシン先生ね。 昔、牛丼屋が値下げ対決でお互いを潰し合いをしてあげくどっちもが自滅していったのを思い出しました。自滅したんかいあれまだやってねえかいその戦争。松屋好きや。今牛丼いくらなの一杯。入ってあまり外食しないよね。もうお金もったいないから家にあるもん。ね、2012年もののスパム食ってっからさ。<laughs> まあ、牛丼関係なく、マクドナルドも、やっぱり値下げ商品で勝負仕掛けてくるよね。 あとお昼のランチこれもやっぱり女性客狙ってお得感を出した安いコースを作って頑張ってるよね。結局ね、日本人がせこいんだよ。アメリカなんか見るとさ、値段はそこそこだけど、とにかく大盛りで勝負してるようなとこあるよね。まあアメリカ人は体が大きいからね、とにかく量を食うから少ない量はせこいって思うんだろうね。ムクシン先生は、 自宅改造の美容室なのかななんか余裕のある書き方だよね。<laughs> 安さで勝負するより、質で勝負した方が儲かるし、人数やらなくていいので楽なんだけど、点て点んてんてんとなんかいいものをたそうだね。今のさ、美容業さ、考えると、10年前、20年前、お客様が使う年間の美容室に しゅ、使うお金ってのは減ってんじゃないかな安売り手に行くから減ってんじゃなくて、パーマをかけない家庭で染められるカットに関しても、セニングで吸いたりするから、一度切れば半年以上カットしないで済むだから、どんなにさ、儲けようと思って頑張っても、お客様の絶対数が少ないっていうのかなお客様の年間美容業に対する支払額ってのが少ないんだから、どんなに頑張っても、 売り上げが伸びないっていうのまあ、そんなこと言って決めつけちゃいけないんだけどね。その傾向にあるから、無理して売り上げ伸ばそうと思って、もがけばもが吹くほど必死モードになってさ、お客様がそれ感じ取ってお客様が嫌気させたりね。まあ、確かにね、質で勝負した方が儲かるよね。だけど、儲かるほどお客さん来ないよ、今ね。無ン先生とかいっぱい来てんのかなすごいね。まあ、分体に余裕があるから、 あと、ムクシン先生は絵がうまそうだから、やっぱものづくりのセンスあるのかね高校の時さ、絵描かせるとうまい奴がいたんだよ。とっても。そいつ結局出世してさ、デザイン学校の学長かなんかやってっかね持って生まれたセンスでね、そこまで上り詰めちゃうんだよね。あれ、運じゃないよね。持ってるセンスだよね。よくね、美容師ね、運よく生き残ったっていうのはないから。 運が良かったから儲かったっていうのはないんだよね。結局持ってるもの持ってなかったら儲かんないんだよね。だからうちはあんまり儲かってないからね。暇まなくてもね。<laughs> はい、お疲れ様でした。